こんにちは。今日はリフ編みでこのボックスティッシュのカバーを編んでみたいと思います。こんな感じです。材料の紹介です。今回はこの、ベビーちゃん、こちらの糸を使おうと思います。これは100円ショップのセリアさんで買った分です。こちらの方とかぎ針の方はこの糸に対応する4号針ですね、こちらを使います。そしてちょっと印付けにこういうマーカーですね、こちらの方と、マーカーではつけた状態のまま、編み進んでいくのはちょっと、やりにくい、ことがありますので、こういう糸でね印をつけていくのもいいかなと思いますので、こういう、ちょっといらない糸ですね、こういうのを、使いたいと思います。はい、そしたら編み図の方で紹介します。大きさなんですけれど、今回作る、こちらのティッシュが、こういう形のものですね。ここの幅が、11.5、この分がありました。そしてこの長いとこですね、これが 22.5 から23、こちらの方の長さに、なっています。そして高さの方が5センチ。こちらの箱にかぶせるカバーを作りたいと思います。そうしましたら、編み図ですね、まず底の方からこうぐるっと大きく大きな輪っかを作ってまっすぐに編んでいく部分、そしてここの部分、ここっていうのがこのここになりますね。ここからずっと減らしていきます。そこから編んで立ち上がりを入れるというか、この長さまで編みますね。そしてここから減らし目をしながら編んでいくという形になります。はい、最初は、リフ編みの作り目を16編みます。これが一辺の長さになりますね。そして短い方が、8目、そしてまたこちら長い方が16、そして8目ということになって48目からスタートすることになります。そしてこの、4段、こちらの方はもう増減なしでひたすら3目一度を編んでいくことになります。ちょっと立ち上がりのね目が違いますので、ここのところだけを注意してもらったら、あとはもうひたすら3目一度を編みます。そして5段目になって、減らし目をしていきます。はい、ここは、1目1で立ち上がりを入れます。そして3目一度をずっとここまで、14回編みます。そして角のところで4目一度を1回入れます。そしてこちらの方へ、3目一度を6回編んで角のところは4目一度を編みます。そしてまたぐーずーっと、14回3目一度を編んで4目一度を角で行って6回3目一度を編んだら、最後は2目一度で最初の立ち上がりとつなぎます。こういう形になります。そして2段目の方は2目一度で立ち上がります。そして3目一度を、13回編みます。角のところへ来たら4目一度を2回します。この短い辺のところですね、こちらの方で2回減らすことにしますので、4目一度をここで2回します。そして3目一度を3回して角に来たら4目一度を1回します。でこちらの方のところは、減らし目をせずに、13回3目一度を編んだら角のところで、4目一度を2回します。はい、そして3目一度を、3回編んで、最初の立ち上がりの2目一度に2目一度でつなぎます。2目一度を編んで最初の2目一度に引き抜き編みをします。こうねちょっと変わってきますね。はい、最終段です。はい、1目で立ち上がりを入れます。そして3目一度を12回編んで4目一度を角で1回します。はい、次ここがちょっと変形しています。2目一度を1回入れます。で3目一度を1回編んで角のところで4目一度を編んで12回、3目一度を編んで
角のところで4目一度を1回編んで、2目一度を1回編んで、3目一度を1回、そして最後は3目一度を編んで、最初の、1目に立ち上がりね、立ち上がりの1目に引き抜き編みをするという形で、編んでいきたいと思います、はい、針を糸の後ろから回して、これは普通の作り目ですね、編み始めの作り目、ここに1回鎖編みを編んでおきます。そしてぐっと引き上げますね。これがこの長さが基準っていうんですかねになりますので、ここの長さによって目数が変わってくるんですよね。で1回同じ穴に入れます。2回グッと持ち上げます、はい、同じところに3回入れてグッと引き上げますね。そしてここを押さえてかけて全部抜きます。そして押さえていたところの穴ですね、ここに入れて入れて取ってきます。1目だけ取りますね。そしてかけて全部抜きます、はい、これで細編みを編んだことになります。そして鎖を1目編みます、はい、これが、1目ですね、はい、次いきます、はい、ぐっと持ち上げますね。この長さをね、一定にするように気をつけてください。難しいですけどね、はい、入れる穴、次ね、入れる穴はここのここに穴ができてますので、ここに入れます、はい、そして引き出していきます。1回2回3回引き出したら、ここを押さえてかけて全部抜きます。そして押さえていたところに入れて1個だけ外しますね。そしてかけて全部抜きます、はい、そして1目鎖を編んで目をね締めておきます。こういう形で編んでいきます、箱の横の長さになるまで編んでいきます。16目を目安に、編んでいただいたら同じような出来上がりになると思います、はい、そしたら16まず編んでください、はい、そうしましたら、作り目を16編みました。そしてこの箱のね長さとこうちょっと当ててみますね。そしたらここあと1目ぐらい欲しいかなっていうところなんですけれど、こうグッと伸ばした状態にしたいと思いますので、16目編んでもう1目17目でちょうどかないうぐらいで止めてください。なので16目、そして私の場合でこの1つの玉編みの長さなんですけれど 1.3 ぐらいの長さになってます。この伸ばさない時でね 1.3 ぐらい、これぐらいで編んでいただくと同じような出来上がりになると思います。はい、そしたら次に行くんですけれど、ここが16目目ですね、はい、ここにね印をつけたいんですけれど、次の目を編む時にちょっと邪魔になりますので、印をつけずに先に編みますね。1、2、3、ここを取って、はい、これが横の目になります、はい、ここに印をつけます。こちら側に印をつけます。次の段編むときにこちらの目をすくっていきます。こう輪っかにしたときにね、こっちをすくいますので、印をつけるのはこちら側の目、こっちとこっちとではちょっとね表情が違いますよね、はい、こちらにつけます。そしたら次、これで1ですね、横の、長さの玉編みの数はまず8目をね編んでいってください、はい、そしたらこの印のところから1、2、3、4、5、6、7、8、8個編みました。この8個をこの箱に当ててみますね。この印をここに当てて、あと1目欲しい、その
状態にします。なので、目数でいくと8目で、このぐらいになるのかなと思います。はい、そしたら次はまたこの長い方にね行きますので、印をつけるんですけれど、さっきつけてると、ここにね入れにくいですので、1目編んでから印をつけます。2、3、これで左側にね、編み目の左側に印をつけます。そしたら次は、また16編んで印をつけて、8編んだら、輪っかにしますので、そこまで編んでいってください。はい、そうしましたら、最後の印のところから 1,2,3,4,5,6,7,8 編みました。8編んで編むところまで、やってくださいと言ったんですけれど、8目目でつなぎますので、失礼しました。1回ここほどいて7のとこ、7まで行って1、2、3、8は、閉じずにこの状態にして、最初編み始めの、目をつなぎますので、編み目が、ねじれないようにずっと指でたどっていきますね。たどっていって編み始めの目、これのこう返しますね。ここが編み始め、そこに入れて取ってきます。そして全部引き出してきます。はい、引き抜き編みですね。そして鎖を1回編んで、このままではちょっと段に、ね、なりますので、さらにもう1回同じところに引き抜き編みをして、形をね整えます。はい、こんな感じになります。ここがね編み始めになります。ここのところにも印をねつけておきます。まあ、これがね糸端が出てるので分かりやすいんですけれど、ここね印をつけておきます。はい、はい、そうしましたら1段目です。ぐいっと持ち上げて1回2回3回、同じ穴に、ね、入れます。はい、玉編み1回で立ち上がりを入れます。これが立ち上がりの目です。はい、次からは3目一度をずっと、編んでいきます。はい、ぐっと持ち上げて、こことこことここと編みます。1、2、3かけて1、2、3かけて1、2、3。はい、3、針に3目かかったらここを押さえてかけて、これを一気に抜きます。はい、そして押さえていたところに針を入れて取ってきます。そしてかけて、これを全部抜きます。はい、これで1回3目一度ができました。そしてここの立ち上がりのところですね、ここに印をつけておきます。ここからはちょっと目印に糸をね使っていきたいと思います。はい、ここにね印をつけておきます。はい、鎖を1回、そしたらあとはもうずっと3目一度を繰り返します。1、2、3、1、2、3に押さえて全部抜きます。はい、これでね1周回るんですけれど、この角のところね、ここ印のところに来たら、またこういうね糸で印をつけながら回っていってください。はい、そうしましたら1段目をぐるっと1周編みました。最初ここですね、作り目が48目、作りました。そしてこの印をつけたのが、16目目につけましたね。そして横の部分が8目、そして16目8目、
という形で印の方をつけました。そして1段目を編んだ時にこの16目の位置ですね、ここに印をつけています。それぞれね、まあ上でなくて三角形になっていますのでこちら側になりますね。ここから16目目ですね、ここにそれぞれね16目、8目、また16目、そしてこれが最初の印ですね。こういう形で印付けをしてぐるっと一周回りました。そしてこれが最後の目になりますので、最後は今までずっと3目一度をしていたんですけれど2目一度で終わりになります。はい、ぐいっと持ち上げて1、2、3、はい、そしてここですね、1、2、3編んで、そしてこの最初の立ち上がりの目ですね、ここに引き抜き編みをします。そしてちょっと目がね、乱れていますのでさらにもう一度、入れて引き抜き編みをしておきます。そして鎖を1回、はい、こういう形で、崩れていた目をね整えておきます。はい、そしたらここから2段目になります。1段目はここ、1目で立ち上がりを入れたんですけど、次は、2目で立ち上がりを入れます。はい、ぐいっと持ち上げて、根元今の同じ穴に1、2、3、そして次の目ですね、ここに1、2、3、これを引き抜きます。ここに入れて取ってきて、細編みですね、そして鎖を1回、はい、これが立ち上がりになります。印をつけておきます。こうやって針を目から外して次戻すときはこのつながっている糸が手前、針の手前に来るように、針を戻します。はい、そしたら、ぐっと持ち上げて次からは3目一度になります。1、2、3、1、2、3、1、2、3、編んだらこう持って全部抜いて今のところに入れて取ってきて細編みを編みます。そして鎖を1回、はい、こういう形で3目一度をぐるっと1周回ってください。はい、そしたらずっと編んでいってるんですけれど糸がねもうすぐこれなくなりそうなので糸の、変える部分をねしていこうと思います。1、2、3ですね、で1、2、3で次はもうこれねいけないと思いますのでここで新しい糸に変えてかけてこっち行きますね。1、2、3、はい、そして全部抜きます。そしてこれは、まあ、編んでからでもいいと思いますので後で裏側でこの2本を結ん軽くね結んでとじ針で処理をしたらいいと思います。はい、そしたらここが終わりになりますのでもう少し編み進んでいきます。はい、そしたらこれねぐるっと回ってきたところであと1回3目一度をします。1、2、3、1、2、3、そしてここに立ち上がってる目ですね、ここに1、2、3と入れて引き抜きます。はい、3目一度です。そしてここに入れてそしてうっと細編みを編んで鎖、そしてこれ最後の、ここへつなぐのは、一目でつなぐようになりますのでぐっと持ち上げて1、2、3編んでそのまま最初の立ち上がりの目ですねここに入れます。そして引き抜いてきます。そして鎖を編んで
と目がね乱れていますので、さらに入れて引き抜き編みをして鎖を編む。はい、これで2段目が終わりになります。はい、こんな感じでつなぎ目がね、綺麗にできていると思います。はい、次3段目に行きます。3段目は、一目で立ち上がりを入れます。ぐっと持ち上げて1、2、3、一目で立ち上がりますので、これで一旦まとめますね。はい、次からは3目一度を繰り返すことになります。なのでここねまた印をつけておきます。そしたら3目一度をしますね。こことこことここになります。1、2、3、1、2、3、1、2、3でここを押さえて全部抜きます。入れたところに入れて取ってきて細編みをします。よいしょ。そして鎖を1回、はい、これで3目一度でぐるっと1周回ってきて、ここに引き抜き編みをするときは、2目一度になります。ぐっと持ち上げて1、2、3、さらにここですね、1、2、3、そしてこのままこの立ち上がりの目に行きます。ここに入れてそのまま全部引き抜きます。はい、そしてよいしょ。そしてさらにここに同じ穴ですね、引き抜き編みをして鎖をして編み目をね整えておきます。はい、これで3段目が編めたことになります。と目数の方はずっと48目ですので、増えたり減ったりしていたらどこかが、間違ってると思いますので、目数の方はきちんとしておかないと、減らし目の時にね、目数が合わなくなってきますので、その辺は気をつけてください。ここから16目目にねこれ印をつけていますね。この中心はねずれていきますので、前段はここになって、そしてその次がここになっているっていう形で、今一番最初に印をつけた上より一つこちらの方にね半目ずれているような状態になっています。リファミのね編み目の特徴なので、目数を数えるのもねちょっと、やりにくいかなと思いますので、こうやって印をつけてると間違わなくていいと思います。はい、そしたら次は、4段目になります。4段目は、2目一度で立ち上がりをします。はい、ぐっと持ち上げて1、2、3、次の目に1、2、3、2目一度ですね。ここからは3目一度になりますので、ぐっと持ち上げてこことこことここですね、3目一度でぐるっと1周回ることになります。はい、そうしましたら4段目をぐるっと回って6回3目一度をしたところです。はい、ぐいっと持ち上げて1、2、3、1、2、3、はい、3回目はここの引き抜き編みをした目に3回目が入ります。1、2、3ですね。はい、これで全部抜きます。はい、そして最後の、一目になりますので、一目編んでここで引き抜き編みをします。はい、ぐいっと持ち上げて1、2、3、
3編んだら、このままこの立ち上がりの目ですね、ここに入れて全部抜きます、はい、そして1回鎖を編んで、さらにもう一度ここに引き抜き編みをして目をと揃えておきます。はい、こんな感じになります。これで、増し目なしのところが4段編めました。はい、次のね、5段目から減らし目にしていくんですけれど、今目数の方が48目になっていることを確認してくださいね。ここの印から次の印までが16目、そして印から印までが8目、そしてここの印から印が16目で8目、この目数がちゃんと、編めていることを確認してください。はい、5段目は減らし目をします。はい、編み図の訂正があります。最初に説明した時にここが、1で立ち上がりというふうに、紹介しているんですけれど、ちょっと穴が開いてありましたので、ここ2で立ち上がりをします。はい、2目一度で立ち上がりを入れて、ここの3目一度を14回編みます。そして角のところで4目一度をして減らし目をします。はい、2目一度で立ち上がりを入れます。ぐいっと持ち上げて1、2、3、はい、次のところに1、2、3、はい、これで2目一度をしました。はい、次からは3目一度になりますね。1、2、3、1、2、3で、よいしょ。はい、これで3目一度を1回しました。これが、これとこれね、で立ち上がりの目になりますので、ここに印をつけておきます。立ち上がりですね。そして3目一度を今1回編みました。ここは14回3目一度をしますので、あと13回3目一度をして、ここの角のところの減らし目のところまで編んでいってください。5段目の減らし目のところをねしていきたいと思います。ここが、立ち上がり2目一度で、立ち上がりましたね。そして3目一度を14回編んで、ここの印のところに来ました。印の1個手前ね、ここに来ました。ここで、ぐいっと持ち上げて4目一度にします。なので1、2、3、4、ここまで行きます。1、2、3、1、2、3、はい、印のところですね。印のところが 3回目になるようにしてくださいね。2、3、これがね、1、2、3回目がここの印になりますので、そこを気をつけてください。はい、次のところまでいきます。1、2、3と、これで4回針に、かかりましたので一気に抜きます。ちょっとねやりにくいですけど、はい、これで一気に抜いて4目一度にします。はい、1、2、3、4目一度をしました。そしたらここのところをまた印をつけておきます。ここがね、次の角になりますので、ここで印をつけておきます。はい、そしたら次は3目一度を6回します。そしたらここのところに行きますので、1、2、3、4、5、6ね、ここまで3目一度を編んでください。はい、そしたらここの角から1、2、3、4、5、6回3目一度をしました。はい、この角のところに行きましたので、ここは4目一度をします。ぐいっと持ち上げて、ここと、ここと、ここと、ここまで行きますね。この印のところが3になるように気をつけてください。1、2、3。1、2、3。1、2、3。はい、さらにもう一つ、もう一目進みますね。1、2、3。はい、
4目かかりましたので、ここを押さえてかけて全部抜きます。はい、そしてここに入れて、穴がね開きやすいですので、ぐっと締めておきます。はい、ここが4目一度になりました。で、4目一度したら、ここのね角の部分を印をつけておきますね。で、次はそのまま3目一度します。こことこことここですね。1、2、3、1、2、3、1、2、3、押さえて全部抜いて、ここに入れて細編みをして鎖を1回、はい、で1回しましたね。そしたらここのところまで、いきますので、今1回しています。あと13回、ここまでね、ここまで3目一度編んでください。そうしましたら、ここの角のね減らし目をしてから今で14回3目一度をして、次また4目一度の減らし目をすることになります。と、4目一度の減らし目をすると、ここの下の部分ですね、ここが5枚の花びらになってます。その他は全部6枚の花びらになってるんですけれど、ここで4目一度をした減らし目のところが5枚になっていることを確認しておいてください。はい、ここが減っていますね。はい、次も4目一度をして減らし目にします。ぐいっと持ち上げて、こことこことこことここまでいきますね。1、2、3、ここですね。1、2、3、そしてここまでです。1、2、3、はい、4回針にかかったらこれを全部抜きます。ここで4目一度をしましたので、ここの部分が5枚の花びらになりましたね。はい、ここでまた印をね、ここつけておきます。はい、そしたらこの最後のね辺になりますので、6回3目一度を編んでください。これで6回、3目一度を編みました。最後2目一度で、ここの立ち上がりとつなぐようにします。1、2、3、1、2、3、はい、このままここへ行きます。立ち上がりの印のところに引き抜き編みをします。はい、もう一度ここに引き抜いて形を整えておきます。はい、こういう形になります。そしたら、次は、6段目になりますね。はい、最初は2目一度で立ち上がりをします。はい、ぐいっと持ち上げて、1、2、3、次のとこですね。1、2、3、はい、これで立ち上がりになります。はい、2目一度で立ち上がりをします。ここまたね印をつけておきます。はい、ここから3目一度を13回します。3目一度13回です。はい、そうしましたら立ち上がりのところから、3目一度を13回編みました。はい、ここのところで、4目一度にします。ぐっと持ち上げて、こことこことこことここまでいきます。1、2、3、1、2、3、はい、この印のところが3回目になります。1、2、3、そしてここまでいきますね。1
1、2、3、はい、針に4目かかったらこう押さえて全部抜きます。穴がね開きやすいですのでギュッと締めておきます。でもねちょっと開いちゃうんですけどね、はい、そして次ねこの横の短い辺の方に行くんですけれど、ここでもう一度4目一度をします。はい、打ち上げてこことこことこことここまで行きます。1、2、3、1、2、3、1、2、3、はい、もう1回ですね。1、2、3、はい、4目かかったらこれを全部抜きます。ここで4目一度を2回しました。ちょっと印をねつけますね。最初の4目一度のところね、ここに印をつけます。こことこことで4目一度を2回しました。はい、次は3目一度を3回します。ここで4目一度から3回1、2、3、3回3目一度をしました。で、印のね1目手前まで来ましたので、ここでまた4目一度をします。全部抜きます。こういう形でね、ここがこう減らし目をねしていっていますので、だんだん狭まってくるようになっていきます。はい、ここのところまたね印をつけます。はい、次は13回3目一度をします。ここね印の手前までで13回になりますので3目一度。そうしましたら6段目のここですね、ここを今編んでいるところです。3目一度を13回編みました。そして角のところに来ましたので4目一度を2回するところになります。ふいっと持ち上げて1、2、3、1、2、3、はい、もう一回ここまでいきます。1、2、3、はい、4回ね針にかかったらこれを全部抜きます。はい、そしてここに入れて、そして穴開きやすいですのでね、ぐっと締めながら細編みを編んで鎖を1目編みます。ここが4目一度したところになります。ここね、また印をつけておきます。はい、そしたらこちら側ね短い方の辺に行きます。もう一度4目一度しますので、ぐいっと持ち上げてこことこことこことここまで行きます。1、2、3、1、2、3、1、2、3、もう一回1、2、3、はい、4目かかったらこれを全部一気に抜きます。ここに入れて、はい、穴を締めながら細編みですね。はい、これでこことこことで4目一度を2回しました。はい、こちら最後の、辺になりますので、3目一度を3回します。はい、
そうしましたら、ここの印のところが4目一度でしたね。そしてもう一度4目一度をしました。そして3目一度を1回2回3回したところです。最後の引き抜きは2目一度でします。1、2、3、1、2、3、はい、このまま、立ち上がりのこの印のところに引き抜いていきます。はい、そしてさらに引き抜き編みを1回して鎖を編んで目を、編み目をね整えておきます。はい、これで6段目が、編めたことになります。こんな感じです。はい、そしたら次7段目に行きます。7段目ちょっと編み図の訂正があります。ここね、一目で立ち上がりを入れてたんですけれど、ちょっと穴がね開いてしまいましたので、この、箱のこう減らし目になってるところは、2目一度で立ち上がりをするようにした方が、いいと思います。この、増減のなかったところは 1,2,1,2 とこう変わっていったんですけれど、この減らし目になったところからはもう、2目一度で立ち上がりをした方が、ちょっとね編みながらやってますので、修正しながら言うことで申し訳ございません。はい、1,2,3 1,2,3、この2目一度で立ち上がりをします。はい、ここまたね印をつけておきます。はい、そしたら次は3目一度を22回ここから編んでいきます。はい、そうしましたら、ここですね、最初の、2目一度で立ち上がりを入れて、3目一度を12回編んだところです。はい、ここね、ここで2目一度で立ち上がって3目一度を12回編みました。で、印の、1つ前のところに来ますので、ここで4目一度にします。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、はい、これを全部抜きます。ここを押さえて、ここに入れて穴を閉じるようにしながら締めていきますね。はい、これで4目一度をしました。次はここの短い方の辺になりますので、今これを編みました。4目一度ですね。はい、こちらの方で短い方を編みます。はい、次の目は2目一度をします。2目一度をして3目一度を1回して、次のここの角でまた4目一度を編みます。ぐいっと持ち上げて1、2、3、次入れるところはここではなくってここへ行きます。ここに入れるとここの、目が斜めになってしまいますね。7回になりますので、ここを飛ばしてこちらの方へ行きます。1、2、3、これで2目一度にします。ここね、ちょっと穴開くんですけれど、もうそれはね、この減らし目をどんどんしていってるので、こういうね、不規則な面が出てくるのは仕方がないのかなと思います。で、ここはね、角の部分ね、印付けをしておきます。はい、次は3目一度ですね。はい、グイッと持ち上げて、1、2、3、1、2、3、ここへ行きます。1、2、3、
3で3目一度します。はい、そしたら3目一度を1回しました。次は4目一度になるんですけれど、ちょっと飛ばす目がありますのでここを気をつけてください。1、2、3、はい、次はここに行かずに1つ飛ばしたところ、一つ向こうのところに次の目を入れます。1、2、3、はい、そしてこの印のところ1、2、3、はい、そしてもう一回ここまで行きます。1、2、3、針に4目かかったらこれを抜きます。こういう形になります。ちょっとここのところがね、変則的になって、ちょっと隙間が空くんですけれど、もうこれはね、減らし目をどんどんしていっているのでこういう形になってしまいました。はい、次は3目一度を、12回、ここからね、またここまで12回、3目一度編んでいってください。はい、そうしましたらここの4目一度をしたところから12回3目一度編みました。ここまで来ています。ここのね、角です。ここから4目一度をします。ぐっと持ち上げて1、2、3、1、2、3、1、2、3、はい、もう一回ですね。1、2、3、4回かかりましたのでこれを一度に抜きます。よいしょ。そして穴をね、閉めておきます。はい、これで4目一度をしました。次は2目一度をします。ぐっと持ち上げて1、2、3、次行く目はここを飛ばしてこちらの方へ行きます。1、2、3、はい、これで2目一度にします。はい、次は3目一度です。1、2、3、1、2、3、次のところに1、2、3、はい、3目かかったのでこれを一度に抜きます。はい、7段目の最後のところになります。ここね、編み図の訂正をしています。2目一度で最後引き抜き編みをすることになります。はい、ぐいっと持ち上げて1、2、3、はい、次はここを飛ばしてここへ行きます。1、2、3、そしてこのまま立ち上がりの目に印のところですね、ここに引き抜き編みをします。はい、糸を締めて引き抜き編みをしますね。そして目がね、乱れていますのでもう一度引き抜き編みをして目を整えておきます。はい、これで一応ね、3段減らし目をしたらいけるかなと思ったんですけれど、かぶせてみると、ここが横ですよね。こんな感じになるんですけど、ちょっとここがまだね、スペースが広すぎるかなと思いますので、もう一段、編んでいきたいなと思います。ちょっと編み図の方はここね、起こしていないんですけれど、同じようにしていったらいいかなと思いますので、2目一度で立ち上がりを入れます。ぐっと持ち上げて1、2、
1、2、3、これで2面一度ですね。はい、そしたら次は3面一度を、11回編みます。はい、そしたらこれが8段目になりますね。ここ2面一度で立ち上がりを入れて3面一度を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11回編みました。そしたら次は4面一度をします。ぐっと持ち上げて1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい、もう1回ここまでいきますね。1、2、3、これを全部抜きます。穴を閉めながら細編み、そして鎖を1目ですね。はい、4目一度しました。そして次ですけれど、次も4目一度をそのまますることになります。はい、ぐっと持ち上げて1、2、3。はい、次行くのが、ここを飛ばしてここへ行きます。1、2、3。そしてこの印のところです。1、2、3。そしてさらに一目進みます。1、2、3。はい、これで一気に抜きます。ここですね、角というか短い方の、辺がここ一目だけになることになります。こっちは角ですね、こことここが角になりますので、真ん中一目だけになるように減らし目をねしています。次はまたこの長い方ですね、ここが、3目一度を11回編むことになります。そうしましたら印のところから3目一度を11回編みました。角のところに来ましたので、ここは4目一度をします。ぐっと持ち上げて1、2、3、1、2、3。はい、印のところを1、2、3。はい、さらに先まで行きます。1、2、3。はい、4目かかったらこれを全部抜きます。はい、最後は2目一度で最初の立ち上がりに引き抜き編みをします。はい、ぐっと持ち上げて1、2、3。はい、次はここを一つ飛ばして次のところへ行きます。1、2、3。そして立ち上がりのところに行きます。はい、このまま引き抜いてきます。鎖を1回編みます。そして、目を調節するためにもう一度引き抜き編みをして編み目を揃えておきます。はい、これで最後終わりになります。糸処理をしておしまいになります。これをそしたらかぶせてみると、よいしょ、こんな感じになります。大体ちょうどかなと思いますね。この箱のこのピリッと剥がすところの、部分だけが見えている状態。そしたら、しつけをね全部外しました。
ね、こんな感じになります。そして裏の方も糸始末をねしてこういう感じで綺麗に始末をしました。はい、これねかぶせてみました。こんな感じでちょうどになりますね。ここからティッシュをね出すようになります。はい、そして裏の方はこれをね外れるのが、不安でしたらここに1本ゴムを縫い付けていたらいいと思います。はい、こんな感じでね今日はリフ編みで、ボックスティッシュのカバーを編みました。ここら辺ね減らし目をしていますので5枚の花びらだったりここは4枚の花びらだったりねちょっと変形している部分があります。ほとんどは6枚の花びらになっていますので、ここの部分がね6枚ないわとか思っても、心配しなくても大丈夫です。はい、そして、編み図の方は、何箇所かね、修正が入りましたので申し訳なく思います。編み図を起こして、試し編みをせずにねいきなりもう編んでいってしまいましたので、編み図通りにはなかなかちょっとならなかったのでここも、1段増やしました。編み図では3段でいけるかなと思ったんですけれどもう1段ここね増やしていますので、編み図を完成させて、動画の最後にまた、写真で、貼っておきますので、参考にしていただけたらと思います。はい、こんな感じですね。ぜひ挑戦してください。ありがとうございました。